チャンネル僕らの国会あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます、はいえー、令和6年1月5日に収録を行っています今回のテーマですが、えー、羽田衝突火を一人にかぶせるなということでこのテーマについてお伝えしていきますというわけでそのやっぱ新年最初の収録ですから、えー、私も三浦医も けましておめでとうございますというのはやっぱり言うべきだと思いますしえまあいろんなことがあってもとにかく新年ことほぐっていうのがむしろ日本の精神だと思うから新年のご挨拶をいたしましまたただま,ああのまだ僕自身もいろんな意味でショックは抜けてない2つのこと皆さんと同じです。 まず地震があってでこれはあの次の2本目の収録でお話しますけど実はすごい懸念されてたんだよね能登のあの地域がね。でそれを阻めなかったということとでその後にいきなりその世界で最も安全性高いと言われている羽田空港で。 まあ、まさかの事故が起きてそれも、まあ、北陸で起きた能登半島を中心にした地震の救援に行く皆さんご存知の通りです任務についている海上保安官の乗ってる飛行機が、うん、ジャルと接触したっていうのはあのにわかに信じられないっていうのは実は本当は僕の事象にはなくて、うん、もう信じられないことばっかり起きるんです世界は。 で長いこと危機管理の仕事も民間時代からしてるわけですからそうすると大半がまさかなんだよね、うん、だから羽田もにわかに信じられないっていうのではないけれどうーんまあ地震も羽田の今から話す事故もやっぱり心配してたことがいきなり現実になったんだよね。うん だからそういう意味ではこうまさかの事態じゃないんだよ、ねはい、それでそこを、まあ、あの今話せる範囲内で話せる範囲内って何か秘密にしなきゃいけないことがあるっていう意味ではありません今回は。そうじゃなくてあの航空事故の調査っていうのはう想像以上に時間がかかるのと、うん、えー 例えば今日僕はあえて交通事故と比較してこの後話しますけど本当は交通事故でもさまざまな要因が絡んでいるんだけど航空機事故って速度が速いことがあってこれだけ過密な航空の交通の現状になるとその事故につながるファクター要因はすすごく多いんですよだからネット時代ってこともあってどんどんこう一つに修練されていくような。 気配がありますけどそれはあの公平な裁判の妨げにもなるのでそういう意味でこの今日1月5日の午後まだ比較的早い時間の段階で私が非公式に例えば政府側と話したりそれから航空関係者に当然知り合い多いですから全部非公式の話でえーほぼ全部が電話ですけれど。 その限りにおいて話します、はい、それでまずですねその羽田には4本滑走路があってですつまり、うんえー、例えば関西国際空港っていうのは地盤沈下で苦しんでいるわけですけどあの経験のおかげで例えば中部国際空港やあるいは羽田の海に向けた延伸っていうのが でできたんですよね、うん、やっぱり失敗韓国失敗と決めつけてるわけじゃなくてこのそれこそ想定を超えた鎮火が起きたりしたことによってどうやって海上空港を実現するかっていうことが前に進んでるわけ、はい、で話しそれてなくてだから羽田の滑走路は全体にいわばあの安全についても最新の安全性が図られてると見るべきで。うん そこに言わば今回の事故はこういう方あ方あんましたくはないんだけど実は古典的な事故で、はい、滑走路上の衝突事故っていうのはあのよく語られるのは例えばジャンボ同士がぶつかって五百数十人が亡くなったっていうねもちろん海外でのスペイン領の島での事故ですけどそれは語られるけど本当はあのー。 というようなあのところで何とか回避したのもあるしそれから小型機と大型機の事故というのは滑走路上で結構起きるんですよねでそれがやっぱりあの完成というものの難しさ地上の例えば交通事故でも難しいけどでも例えば信号機が正常に作動していれば信号無視したりしない限りは大屋頭の衝突といもなかなか実は起きにくいようになっているじゃないですか ただ飛行機の場合は花壇、あのー、に滑走路4本あるっていってもすごく限られたところになってで過密状態で、あのー、降りてくるし上がっていくし、うん、で今回も含めてとっても小さく見える飛行機からもう巨大な今回エアバスですけれどもものから入れまじってるんで、うん、そのコントロールって、まあ、ものすごく難しいんですよね。でその上で まずはっきりしているのはあのー、今回の羽田の、まあ、東京タワーって言いますけどあのだから立っている東京タワーじゃなくて、うん、羽田空港の完成のことをあの東京タワーって言うんですけど東京タワーの,側の言う分プラス国交省の今のところの言う分は関西からの指示では、えー、海上保安長期がこの離陸するための滑走路に入っていいという許可は出してないと。はい でただその、えー、6人乗られていた火事保安官の中で、まあ、たまたま1人機長だけが、えー、生存なさってただしあの怪我をなさってますけれどその方はいや、あのー、離陸の許可が出ていたっていう趣旨のこと、はい、趣旨ですあくまで、えっと、まだ警察の捜査も強制捜査になってないので。 あくまであの任意の段階ですしあくまで趣旨としてはそういうことで全、ま、く食い違ってるわけですただ食い違ってるけどはっきりしてることが一個あって、はい、あのまず羽田で,田でも成田でも関空でもどこでも国際空港って管制官とパイロットっていうのは英語で会話しますこれはあの国際ルールなので、うん、日本人同士だから日本語。 よっぽどの何か事態になった時に日本語でパッと入れることはあ,のありますけれど基本的には英語で話す、はい、でその時に今回その東京タワーつまり完成からナンンバーワンって言葉は間違いなく出それで一部メディアでもこれ取り上げてるところあったと思いますけどそのナンバーワンっていう言葉の解釈をおそらく でもう一は言いますか僕は想像で言ってんじゃなくてあくまであの関係者に電話で聞き取り調査した上で言ってますけどそれでも「あのおそらく」って言葉をちゃんとつけなきゃいけないけど、うん、保安庁期の方はこの離陸の順番がナンバーワン、うんはい、つまり順番にもちろん出ていくから。あの もううう離陸ですよとといいういふうに聞いたんじゃないかとうんいやん本来の意味はいや本来の意味ってこれあの普段の歓声で使う言葉では僕はないと思う,う使わないとは言いませんけど、あのー、ごく定番の言い方ではないと思う,うでそれはやっぱり日本人同士の気やさも悪い意味じゃなくてあるんじゃないかと思うけど多分その東京タワーの方は東京タワーの方はナンバーワンっていうのは。 JAL が降りてからその次は、うん、あなたですよという意味で言ったんじゃないかとだからあくまで C5 っていうポイントで待機は変わらないんだけど今降りてくる JAL が全部終わってクリアになったら、うん、その後はが一番ですからね、うん、ってだからそこでそのまま待機しててくださいねという意味で言ったんであろうと。うん そうするとこれがあの裁判には必ずなると思いますけれどあのこの言葉遣いでよかったのかでただしこれもたくさんの要因があってじゃ仮にそのナンバーワンって言葉が一種のキーワードだったとすると例えば海保の方はこれはどういう意味なのかっていうのを確認しないでよかったのかとそれからそもそもですねさっき言ったとおりたくさん要因があって。 降りてくる JAL の方は管制島からつまり東京タワーからクリアだと、うん、その障害物ないんだと言われたらもうあの手放しで降りていいのかってうとこれは全く違ってて、はい、これはあの航空機事故に関心がある危機管理の専門家で知らない人はいないですけど航空法の71条に管制が何を言おうと降りていく機長はあの 注意義務があって本当にクリアなのかってことを自分で確認してなきゃいけないって趣旨が結構長い文章でつまり国名に書いてあるわけですよ。うんはい、でさっき言いました交通事故と単純に比較してはいけないんだけどあえて言うとですね例えば僕は今もドライバーですよねで国家議員になってから、あのーまあ、さっき言ったのは出てないし一般道も走る機会はとても少ないですけど。 ただやっぱり自分の感覚を維持したいので、まあ、正直言って長年の訓練の賜物で今で今運転技術を持ってるから運転するじゃないですか、はい、でその時に僕は一番恐れることっていうのは子供の飛び出しだよね誰でもそうだと思うんだけどじゃあその例えば今の,あの車についてる機能 GPS も使って障害物を次元察知する能力を持ってる車がいっぱい出ましたよ。うん でも例えば僕古い車を運転するよねそれ一切ついてない、うん、そうするとあのー、市街地を走っててだから今本当に市街地を走らないんですよ、あのー、高速道路しか走らないぐらいそれも、あのー、とにかく、あのー、すぐ上がれるところしか走らない、うん、子供さんが飛び出てくるような市街地は避けるんだけどそれでも、まあ、例えば誰かがお腹痛いとか救急車がなかなか来ないとかで車で送る場合もありえるじゃないですか僕家族いますから。 そうすると子どもが飛び出てくることが全然予想できないところでよく言いますよね「ボールが飛んできたら次は」とかね、はい、そういう状況全然なくてもう本当に不可抗力で子どもが飛び出してきてしまって、うん、あのちょっとでも接触したりするとどうなるかというと僕はあの安全にに注意して運転すするる義務違反になるんでこれはもう必ずなります、うん。えっとどんな事故ででも裁かれるので そういう時「いやいやもう子どもさんが出てくるって兆候全然なかったから」とか言ってもされはダメで不可抗力であっても万人が不可抗力と思ってもいや注意義務に違反してるってことになってその事故の原因の割合がそこでまあ裁判を通じて決まっていくわけですよね。話戻すと今回の事故のジャルの側のパイロットが完成、えーえー 党からの指示に違反してないことはもうほぼ官邸、うん、党がその障害のあるものがありえると言ってるのにそれをこう聞き漏らしたりなんかして着,着,着陸したっていう事実は今のところの情報では全くないです。うん、じゃあでも国法71条の義務に照らしてどうかというとこれはやっぱ問われることになるんですよ。うん それでその時に問題になるのがあの今までこう人の話をしましたよねそれでこれあんまり言いたくなかったんだけど航空事故をものすごい数調べてるわけだ、うん、調べてるっていうのはその例えばネットで見ましたってもちろんレベルじゃなくてこれ仕事なので原本の記録にも当たってるわけですと特にアメリカの NTSB っていうね、えっと、この小説にこれたまたま NTSB のことを詳しく書いてるんですけど 国家運輸安全委員会その上に「N、うん」<の>「TheNation」ってついてるぐらい、うん、アメリカは政府として責任を持って調べててその記録は公開されるので、はい、ものすごい国明な記録なんで、うん、もちろん英文ですけどそれもものすごく読んでるわけだ、うん、それショッキングなのは「ほとんんどヒューマンえっ!」っていうようなあるいは機長がイラッとしただけで。うん イラついただけで例えばカトマンズっていう空港があってこれも着陸は大変なんだけど、うん、カトマンズにベテラン機長が入っていった時にこなんかあのイライラしたんだよ隣が若い女性のコパイロットだったせいもあんなかもしれないけどもう両方亡くなってるか分かんないけどイライラしただけであれほど強いよつると分かってるカトマンズの滑走路に降りられなくてこうでめ瞑想をして、うん、それも。 あのコーパイロットが止めようとしてるのにボイスレコーダー見つかってるから無理に降りてしまって、はい、で無理に降りただけで飛行機行って滑走路外れて草地突っ込んだらそこで燃料に火がついて大爆発を起こしたっていうねで原因をどうやって探していってもこれイラついただけなの<ー>で例えばあの翼に雪がついてるのを、まあ、これぐらいなら吹き飛ぶだろうと思って飛んじゃったらそれで落ちたとか。はあ とににかくそののヒューーマンエラーが山よようにあるんですよでただしヒューマンエラーがあるからこそ要するに機械的に保証しなきゃいけないっていうのはもう今までの人命をたくさん失った結果はっきりしてるわけだよ。そうですね、ということはさっきの話戻すとす人間の間違いとして例えばナンバーワンっていうねカタカナ英語で誤解して、うん、お互いに祖語があったとヒューマンエラーだから 飛行機の機長を責めるわけじゃないけどでも注意義務を全部遂行したと言えるかどうかが裁判では争いになるだろうと全部ヒューマンの話だけどそう,そうなった時に機械的に保証するシステムが空港にあるはずだっていうのは、うん、今回の僕のブログにあのたくさんの方からお考え寄せられていて、はいえー、中にはあのプロで、えー、あった元航空自衛隊の実際の管制官だったこれ嘘じゃないです。 僕なりに把握してますけど、うん、そういう方からも来てるわけ、はい、例えばあのそういう方が一番やっぱ考えるのは、はい、そもそもその滑走路を含む空港の状況を把握してるレーダーがあるんで、うんはい、それ一体どうしたのかと、えーねえー、その疑問は当然なんですよ。それで、えー、すみません僕はネットの情報にタッチしないのでブログに書き込んである皆さんからの声ね直接書き込んであるかん あの声の中にネットにはこうありましたがアメさん本当はどうなんでしょうっていうので初めて知るんですがそのネットの元には当たらないのですいませんそんな時間とてもないんですよあのとにかく関係者と直接話することが大事なので,でその中にそのあなたの今回の滑走路についてそのシステムが壊れたのにそのまま放置してたんだとけしからんっていうのがこうネットいっぱい出てるって来るんですが。 これはですね、はい、あのー、そもそも故障というよりは工事中だったんですよね。工事中。はい。うん、だからえっと C.N.N. で言ってるのに日本の報道で出てこないっていう格好もありましたが、あの C.N.N. のその放送は僕もたまたま聞きましたが、out of service って言ってるんですよ。out of service、out of 使ってないって言ってるだけで、あの故障したとは C.N.N. も言ってないんですよ。はい、それで話を元に戻すとその。 工事してた原因が故障なのかどうかは今は国交省も大混乱ですから、うん、僕もこの放送までに把握できなかったけれど、うん、故障してたのに放置してたわけじゃないっていうのが、はい、1点ともう1つはもともと実はここに僕は大きな問題があると思ってるんですが、はい、天気悪いやいや使ってはいるんだけど、はい、あの空港ってっ。 当然厳しい気候条件にさらさられますよね、はい、あのいろんな気候条件もあるんで山の中の先のカトマンズみたいなここもあれば羽田みたいに海に接していて、はい、海からの風が強いとかたくさんあるんで、うん、あの気候条件は悪くてさっき言った航空法71条の注意義務があの本当にやれるかどうか分かんないという時に使いますっていうシステムなんですよ。うん、だけどこれは僕は前から反論があって。はい まずこのフェール・セーフって言葉はあの長棒でセーフって伸ばしてもいいんですけどこれみんなが知ってる言葉だと思うんですよね、うん、フェール要するにあのフェイリア要するにミス間違いは必ずあるんで,、うん、でむしろ間違いが起きないようにするってことは大事なんだけどもっと大事なのが間違いが起きた時に最低限の安全保障するつまりセーフ。うんでまあ ある意味略して「フェール・セーフ」って言っててこれ危機管理のもう予定中の予定なん,んここからまず勉強するのその「フェール・セーフ」とは何ぞやっていうのをね、はい、そうするとそのかけるさんって書いてるのはですねこれまずあのヒューマンエラーがつまり人間はミスする生き物なのでしかも特分野でミスするんですよだから僕への戒めも込めて昔から言ってるでしょ私はね民間時代から僕の発信に接している人は人は特分野で失敗すると。 言ってきたのご存知だと思うんですけ実は僕もやってるわけです得意分野で失敗して不得分野はまず失敗しない大体いい交通事故って自宅の,あの近所の駐車場で起きるのは7割ぐらいだったりうも,うもう安心と思ったら事故るでそこに対してのセーフ、あのー、着替えるんだことによって得意だからとか家の近所だからもう家に帰ったからって安心した時にどうやってこのセーフティーを確保するかっていう,うヒューマンエラーに対するフェルセーフと それから実は人間がミスするから機械が補うっていうことなんだけど機械こそミスするわけだ、はい、それもたくさんの要因があってそもそもプログラムの時からヒューマンエラーがあって機械がミスしちゃう場合とプログラムも何もセットアップも全部完璧なのに原因がよく分かんないまま機械がミスすることも実は多いのでだから人間に対してのフェールセーフと機械に対してのフェールセーフと。 両方が合わさった時のフェルセーフとかける3が必要だと、はい、そうするとその、うん、実は空港内の状況をレーダーで全部監視してるとこのフェルセーフやるためにやっぱり人員もいるわけですようんあの AI 時代のげ幻想で AI に任せとけば大丈夫じゃんっていうのも、まあ、囲んでくるんだけど、うん、これ本当の AI ってまだないんですよ。本当の自分で考えて 自分でセールスあのフェールセーフもかけてくれてもう任しときは全部やってくれるないんですよ実は AI もどきは今あってだから海中資源探査機も a v 日本の a v にエアが入ってないって僕はあのジャムステックってところ苦情を言ってるけどそれも本当の AI は実はまだ世界のどこにも映画に出てくるようなものはまだないんですよそうすると何か運用してるとそこ人間が 噛まななきゃいけないけからそこでコストが生じるので、うん、さっき言ったその天候条件が悪い時に作動すればいいので天候条件がいいと、うん、夜間でも例えば今回の小型機もそうですけど航空灯をつけてるんでそ見えるはずだとパイロットは視力検索してるから、うん、酒飲んだりしてた例もあるんだけど、うん、今回のことはありませんからでもそれはもう確認済みなんで、うん、だから正常に見てれば。 作動させる必要がないだから故障なのか故障なのかっていうのもあるけど仮にあのどっちであっても今回は作動させてないんですよ。うんうん、でしたがってやっぱり今回は複合要因と言わざるをえなくてそのサムネイルで申し上げている通り例えば海保の基調が漫然、あのー、と滑走路に入ってしまったからだっていうふうに片付けてはいけない。うん 間違いなく複合要因であってそれは空港全体の管理にも関わることであって5人の海上保安官の命を失ってしまったっていうことをせめての,その償い弔いとしても償い弔いを機長さん一人にかぶせるんじゃなくて私たちの,この便利っていうその過密空港でもちゃんとまあ日本は特に新幹線が。 あの他の国の,あの遅い鉄道でもありえない頻度でちゃんと運用しているだい,たいあのみんながおなじみのダイアグラムっていうあの鉄道の時刻表が海外には基本的にないんですよ。はい、んそんなことできなない日本ぐらいなんですよねそれなもんであのこできるはずだと思ってるけどでも私たちが僕も乗客の立場なんで私たち乗客は便利に使える空港にしようと思ったらそれなりのコストがかかって、うん、フェールセーフを要するに。 あの三つともにかけると、人間と機械と、人間プラス機械の三つにかけると、それだけコストが膨らんで。航空運賃にも跳ね返ってきますねと。うん、いうことは、私たちはここで。考えなきゃいけないと。思います。ただ、このフェールセーフっていうのは。さっき言ったんですけど、気管流の入り口なんだよね。うん、あの仕事として、気管流やる人は誰でも。これを、まず、あの習熟しないといけないんだけど、同時に。 見果てて出口でもあって本当のフェールセーフいうのがその世界のどこかで実現してるかというとどこも実現してなくて一番高度な技術が宇宙技術だけどあのアメリカの宇宙飛行士が鬼塚さんって日系人も含めて空中爆破で失われたりあれ、まあ、事実上2次1個だったと言われているけどあのそういうものだということをもう改めて肝にんあの刻んでみんなで負担しないといけないです。一過性の事故に終わらせるわけにいかないと思います。 あのくどいですが、今現在、僕が自分で把握できた範囲内でお話をしました、どうぞ。はいいありがとうございましたあの今回の件に関して、JAL、うん、の乗客の方379人が全員脱出できたということに関して、海外のメディアでこう奇跡だったっていうような表現がされているということを知ったんですが、これに関しても、なんか議員の考えこれは、あのプロの当事者から山のように来た、うん、すごいと。 あそううですかかどうやって実現したのかとひょっとして日本は乗客込みで訓練してるのかっていうのが来て <laughs> で僕はいやそれはあ,のあなたの国と同じで飛行機上がる時にこうやって説明はするけど、はい、乗客を巻き込んで訓練は効果不効果してませんとじゃあどうしてなんだとあ言われたのでまずドアをいたずらに開けなかったこと、はい、8つドアがあるんだけどあのヤバスは。えー それをとにかく乗客の中でこの開けろと大きな声出された人がいるのももう確認済みそれは誰が悪いんじゃなくてそれそう言いますよどう開けてくれたらそこ普通の羽田空港なんですからでもあれがその炎がこう吹っ込んでくるようなまあこれあのちょっとアバターの言い方だけど要するに開けることによって逆のリスクが生じるところは開けてないわけで,で基本はこれはその乗務員 CA さんが CA さんって普段はそはお茶出してくれたり世話を得てくれるってイメージだけど本当は危機管理の要因なので、うん、その訓練は徹底的に受けてるから、うん、でもこれ海外でも受けてますけど、うんはい、基本的には貴重の判断に従う、はあ、だからあのさっきあの注意義務について貴重のこと言ったけどこ,こ,のこの貴重の判断は正しくて、うん、開けられるとこだけだから一番あの前の方だけまず開けたわけだこの方が後ろだったから。はい でそうすすると後ろの席の人はもの席人もごく不満になるわけですよです、ね、不満だけじゃなくて不安を、うん、持つし、うん、それからご承知の通り飛行機ってエアバスみたいな大きな飛行機でも通路狭いので、うん、の怒涛のように行くことができないので、はい、そうすると逆に言うと時間ができちゃうから、うん、後ろの取り残されていると勘違いなさった方はやっぱり荷物棚に手をかけて、うん、それぞれにとってかけがのないのもあるし、はい、それからあえて言うと今回ペットが、うん。 ね、2つの命が貨物室にいたわけですようでそういうことに頭行く人もいて、はい、でだから機内が大パニックになるんだけどそれはまず2つ前を開けたのとあのからあの適切な時間を置いて後ろも開けたわけです、はい、でそのドアの開け方の絶妙なタイミングとプラスやっぱり乗客の,この言葉が嫌なんだけど民度の高さねうんこれはもう日本しかないんですよこれ これは世界を歩いてきて日本には困っったところもいっぱいぱありますよ同調圧力も強いしストレスフルな社会で何て言うか生きにくい社会の面もあるんだけどまあいざという時のこの乗客のいくら怒鳴る声があったとしても全体的なレベルの高さ特にやっぱり無理に荷物を持ち出そうとしないとかあのですねあの乗客が生き残った事故も結構あるわけ、はい。 それで表に出てこない話もちゃんと調べようによっては仕事としてやるとあっていやもう引っ張ったりねああってそこでもみ合いになっててそれで遅れて結局みんな亡くなったりね巻き添になってねで子供だから前に出してくれると全然なくて狭いつるをて子供が倒れたら踏みつけにした例もあって日本ではそんな話一度も聞いたことないわけですよ。 これはあの海外からのさっき言った通りそのプロからの問い合わせが多かったけど申し訳ないけど「This is Japanese way、うん」うん「So far away」「いやあんたのこと違うんだよ」<laughs> でも自慢とは聞かない向<ー>こうは「うね、じゃそういう社会をどうやって作ってんの?」っていうからいや「そういう社会だから同調圧力が強くて、うん、苦しむ人もいて、うん、良し悪しなんだよ」っていうことは公平、うんまあ、に言うんですけど、うん、今回 もちろんその日本航空機の乗員乗客全員が怪我はなさいましたけれども、うん、命が失われなかったというのは世界の航空史に残ることは間違いがなくて、うん、日本人は胸張って、うん、正しいですよ、うん、海上保安官たちもみんな任務のために新潟基地に行くためにあの、えっとですね、この段階でいいっていうかと思うんだけど 例のナンンバーワンっていうねあれがその僕の印象ですよこれ印象例えば関係者が非公式にそれ認めたわけじゃなくて僕の方からひょっとしたらあったのかなっていうのはやっぱりあの悲惨な地震が起きてでまだ生き埋めになってる人がいてでこれ2本目で言いますけどはっきり言うと自衛隊の動かし方もおかしいわけ少しずつ戦力を出すようなことやってるでしょ 支援に行く海上保安庁機を早く飛ばしたいと、うん、早く任務を遂行できるようにしたいっていうのがやっぱりあの保安庁機の側にもあるしやっぱ東京タワーにもやっぱりあったんじゃないかと、うん、ジャルはそれが裏目に出たのかもしれないと思うんで、うん、あのこういう無残な事故が起きる時ってあの善意があのいうのってね「アロー・オブ・マーリス」って言い方をしたら「マーリス」っていうの悪意が。 だから悪意と関係なくむしろ善意でそれが結果を悪くすることはあるのでそれもあったのかなとただしこれはもう一回言いますけど推測ですはいいありがとうござただね最後に言うと誰かが悪者だったから起きた事故ではないということとだから日本国民が私たちの同胞が人のことを考える人なので自分だけ荷物を持とうとしたり人を引っ張ったりすることはなかったと。 怒鳴り声なんていうのは、まあ、はっきり言うと世界の誰も問題にしないですよでも怒鳴り声でも動揺しない CA の皆さんや、うん、後ろを心配してる、まあ、3人パイロットいたわけだけどそういの操縦席にいずれもまあ見事なもので、はい、それだけにでは今回の内容を以上にしまして今日は1000だいた感想をご紹介したいと思います。はいはい ありがとうございます今6釣りですはい、はい、まず写真からじっくり見ましたは,はいあ,青山さんありがとうございます若いな <laughs> いろんなところへ行ってるな、はい、あちこちで頑張ったんだな、うん、そしたらその頑張りに対して胸が熱くなり泣いてしまいました、うん、けどね私は駅のホームで電車を待ちながら読んでいたのです号泣するわけにもいかず家でゆっくり読むことにしました 一番感動したところは中山菊さんへの上皇后陛下のお気持ちですお三方の思いを想像するだけで泣けてきますそして青山さんの寛容で優しい人柄に感動しましたという感想をいただきましたはいありがとうございます,います、えー、今年はこの戦うことが実現しなければならない年がもう明けちゃいました自由民主党の総裁選について 五百ネタバレしそうでしたが、もうバレてるけどね。<laughs> バレてます。<laughs> はい。あの、最初から読んでくださると、なぜそういう。覚悟に至るのかと。野心とか予防は皆無です。覚悟です。なぜその覚悟に至るのかっていうのを、できたら、手に取って。確認してみてください。はい。はい。そして、皆さん、お楽しみの、チャンネル登録シリーズです。今回のお話は。 えー、新年の、うん、最初なんだけどそれにふさわしいかどうかは全く分かんないけど <laughs> 突然タイムマシーンで小学校に戻ると、はい、僕小学校は公立の普通の小学校ですがえっとですねあの先生がねここの教科書をこう読んでくれるじゃないですかあるいはみんなにあの読ませるじゃないですかでその時の先生がね その時のって、だから2、二三年続いたのかな。その先生が、その作家のプロフィールも、よく読んでくれる人なのはい。ね。そうすると、なぜか決まって、大学は早稲田大学で。はい。なぜか決まって中退なんだ。<laughs> 早稲田中退の人ばっかり。<laughs> 確かにね、あの、昔の文豪って、なんかそういう人多い。まあ、夏目漱石は東大をちゃんと卒業してる人だけど、例えばね。はい。 それで僕はその当時からまあ小学校ですからどうということないんだけど作文コンクールであの賞を取ったりこうよくしてたからで本人ももう作家になるつもりちなみに作家と総理大臣になるつもりだったんですよ。ただ総理大臣はやがてあの国会議員でないとなれないと分かってこれ中華ぐらいかなで選挙ってやっぱり交差点におっちゃんの顔写真をポスターにしてこうやってつったってあるじゃないですか。はいありますね これねやっぱりあの関西言葉で言うとはっきり言ってね「あおちゃんの?と」と <laughs> 何これ?」ってこんな大人だからなれたくないと思って <laughs>、はい、で国会議員にならないと総理にはなれないみたいだからこれはもうやめたと、はい、思っててすと作家ですよねんでみんなもそれ友達が期待するようになってあの先生がプロフィール紹介してね早稲田大学中退ってってみんながこっち見て拍手するわけ。<laughs> で僕もまさかこうやってあの応じるわけじゃないんだけど「はいえー、俺って将来そうなんのかと?」と <laughs> そしたら蓋を開けたらですね、はい、慶應義塾大学を中退してまさかの慶応義塾大学しパスタの方はまあなんとか卒業したということでありました<卒業> <laughs> はい、はい、でチャンネル登録はやっぱりあの先生だな、はい、うんただ いろんな先生の思い出を、もう、話した、これ山に出てくるけど、皆、皆さんもそうだと思うけど。まあ、小学校の高校の先生、僕感謝してるよう。うん。あの、小学校、中学校、高校、みんなそうなんだけど、例えば。あの、なん、なんでもない。教科書って切り取って、載ってるじゃないですか。はい、そうですね。と。これもね、関西言葉で言うと、何が言いたいの、これって。それを、一言で。補ってくるでしょう。こう、あの、根掘り葉掘り言うんじゃなくて、一言補ってくれると。 そ,ういうそれで書いてはんのかーーみたいな。それはあの今の僕にすごく基礎になってるんで感謝してるんであの先生にちょっと名前忘れちゃいましたけど高校の先生、はい、小学校の先生、はい、小学校ですから何でも教えてくれるんだけど、うん、チャンネル登録お願いしますす、はい、皆さんもチャンネル登録をお願いいたししまそて独立講演会のご案内です。 二月の十八日、京都にて開催されます。こちらのお申し込みは一月の十日からスタートです。ぜひお越しください。もう二月ですと総裁選まで正常に総裁選があるとして、うんえー、半年ちょっと、はい、というわけでドキドキの京都劇場になりますので、よかったら一緒に相談に乗ってください。で、その時にまあ今回の総裁選にはさすがに間に合わないかもしれないけれども。 うん、ちょっとどこまで言っていいのかな最近あの改めて体が若いことに驚かれる機会がありましたのでまあ僕は今回一回きれいだと思ってますけどその先もあるかもしれないので、うん、一応あの大変なさないですけど党費かかるんで4,000円もかかっちゃいますけど党員になってくださって党員投票の資格を持って 来てくださるというおけうれしいですもし申し込んでくださるくださるとこの三浦市長が対応してくれますはい動画の下の説明部分概要欄からお申し込みいただけます、はい、それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました